どうも、たくの岩竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はアイリッシュです。こちらイーガンズのフォーティテュードを飲みます。イーガンズは、創業はね1853年だったかな。ボトルにね書いてあるんですよ。1852年創業の、まあ、アイリッシュでは結構老舗は老舗なんですけど、まあ、ご多分に漏れず、1968年ですか。68年に、閉鎖のお決めに遭いました。で、アイリッシュはずっとね、冬の時代が続くんですけど、まあ、1980年代に入って、80年代後半ですね。クーリー蒸留所、ティーリングの、ジョン・ティーリングさんですね、が起こしたクーリー蒸留所がきっかけで、また復興を始めてきます。そして、イーガンズも、2013年ですか、創業者の6代目にあたる方が、再度、蒸留所を動かし始めたということで、今ちょうど10年経って、ね、10年とか、あとはヴィンテージグレーンですとか、このフォーティテュードとか、まあ、あとはちょっとお値段の高いクラスのものもいくつか出てますが、非常に精力的に、ボトルを出している蒸留所さんで、しかも評判も非常にいいという、ことですね。そしてこのフォーティテュードはですね、10年とかよりもお安く手に入るんですけど、700ミリの46度ロンチュールフィルタードです。5000円台ですね。5000台半ばぐらい。まあ、シングルモルトとしてはぼちぼち通常、安くもなく高くもなくというところだと思います。そしてこれのフォーティテュードの特徴は、ペドロ・ヒメネスのシェリーダルで香熟しているというところが一番の特徴になっておりまして、結構ですねペドロ・ヒメネスが効いているという、噂でございます。はい、実際に今日僕が飲んでみて、自分の舌でも判断したいなと思うんですけど、ちなみにイーガンズの蒸留所はタラモアにあります。タラモアというのね、はい、アイリッシュはですね、残念なのはやっぱりいわゆる僕の安ウイスキーランキングに入るような1500円以下で買えるようなものがまだ正直ないというところがやっぱりなかなかね普及が進まない一つの原因でもあるんじゃないかと僕は思うんですけどね。やっぱりジョニーウォーカー一番売れてるって言っても、何が売れてるってやっぱレッドですし、やっぱりそういう庶民化のものが一つ出ないとやっぱ大ヒットは出ないのかなという気がするので、まあこのシングルモルトは別にしてブレンディッドで、ジェムソンとかがもうちょっとねこなれた値段になればいいなと僕は思ってるんですけど、はい、まあそういうアイリッシュはね期待してて僕も割と好きなんで、はい、ちょっとそういう気持ちを持っております。ではイーガンズのフォーティテュードです。香りからいただきます。お鼻近づけた瞬間に黒糖ですね。甘いペドロ・ヒメネスの樽をよく効かしてるんですね。すごい甘い匂いです。香りからもレーズンが香ってくるのと、キャラメルっぽい感じですね。いただきます。味わいもやっぱり黒糖とか黒蜜みたいな感じとチョコレート、やっぱりね、でもチョコレートというよりもやっぱり
黒糖とか黒蜜が強いですね。あーでもあのシェリー感がペドロヒメネスが甘いのがやっぱペドロヒメネスなんですね。この辺がよく効いてますね。うん、そして追いかけるようにスパイシーな感じもあります。はい、ではちょっと加水をしますね。やっぱりね、46度以上あるノンチクのものは加水で結構変わったりしますからね。はい、うーん、この綿菓子みたいな香りが甘い。あー、もう完全にレーズンな甘い香りです。これはシェリー感ですね。はい、いただきます。加水したらもうバリバリシェリー感が出てます。ですね、同じシェリー感でも、同じシェリー感ですけど、香りは結構ねレーズン感あるんですけど、なんかいろんなドライフルーツみたいな感じの味わいがシェリー感的には感じられるかなと思うんですけど、それよりも何よりも黒蜜とか黒糖みたいな甘さ、そして加水したらやっぱチョコレートも結構出てきてますね。かなり甘口です。はい、ただねっとりとした甘口ではなくて、奥にスパイシーさもあるような感じで、ちょっと複雑な味わいですけど、アイリッシュっぽい、飲みやすさというよりもシェリー感がよく出てるなっていう気がします。はい、ではロックを飲みます。イーガンズは復活して、まあ、10年ですけど、今年に入ってですよね、日本市場で出回りだしたのは。僕も入院中に最初にクラウドファンディングで見たのかな。で見て、まあいろいろ調べて、ガロアとかに載ってるアイリッシュ特集とかを見て、あ、これはいいかなと思って、最初10年とですね、なんだっけ、箱に入ってるやつをセットのやつをね、最初購入して、先日ね動画を上げてますが、結構10年でも十分美味しかったんで、まあただね、最初はちょっとお値段がと思ったんですけど、この42だと、ヴィンテージグレーンっていうのは、まあ、割と普通のシングルモルトの、まあ値段的にはそういう価格に落ちてますんで、まあこの辺からイーガンズ入ってくるのはいいんじゃないかなと思います。まあちょっとグレーンと、こちらペドロヒメネスということで、まあ、一番安いランクがちょっと特徴的っていうのが面白いところでですね。はい、いただきます。うん、やっぱりシェリーダル感が結構しますね。ロックにするとちょっとスパイシーさがしっかり顔を出してくる感じで、そしてやっぱりビターさが顔をのぞかせてきました。ビターさがですね、黒糖とかの感じと相まって、本当にちょっとビターチョコレートっぽい感じのロックですね。美味しいロックのイメージです。ああ、そして、どうでしょう、スッキリさというか、アイリッシュらしさを飲むのなら10年の方がいいんですね。ちょっとフォッティードはやっぱり、ペドロヒメネスが結構効いてるんで、特徴的なところがあるなという印象ですね、飲んだ感じ。で、美味しいから、減りが早いです。美味しいウイスキーはね、すぐ飲んじゃいますね。ペドロヒメネスなんでどうでしょう。でもハイボールしてみます。はい、ではハイボールを飲みますね。まああのあれですね、アイリッシュは本当にまあ
盛んになったという言い方もちょっとおかしいですけど、もう今いろんなねクラフト蒸留所がどんどんできてきてますんで、今後はね楽しみな分類っていうかアイリッシュっていう分野は楽しみだと僕は常々思ってるんですけど、最初に言いましたけど残念なのはやっぱ廉価版がまだないんですよね。やっぱり誰もが気軽に飲める値段のやつが出ないとなかなかやっぱり世界的な大きい市場にはなかなかね食い込めないですよね。はい、パンさんはいつものソーダストリームの上炭酸を静かに注いで、はい、これで出来上がりです。やっぱりあれですね、今ちょっとね色合いとか言ってなかったですけど、やっぱりシリアルっていう感じのちょっと濃いめの色ですね。名数表記がないんで多分熟成はそんなにいってない現象を含んでるんですけど、色合い的には結構シェリー感が出てるなという感じです。はい、では、イーガンズのフォーティチュードハイボールいただきます。シェリーハイボールなんでシェリー感が苦手な方はちょっという感じですけど、ですね、どうですかね、例えばファークラスとかをグレンファークラス、はい、はもう僕はあんまりハイボールに向いてないなっていうのは思ってるんですよ。ファークラスですね。だからそこまでのがっつりシェリー感じゃないんで、そんなにシェリーが苦手っていうことがない方にはまあ甘みがあるんで美味しくいただけるハイボールかなと思います。まあ食事に合わせるにはちょっと相手を選ぶかなって話ですね。どっちかといえば、まあ、ハイボールでもやっぱり、合わせるものはナッツとかになるかなっていう感じの、食事に合わせるにはちょっと甘みが強いような気がします。シェリー感はしっかりあるんで、シェリー系苦手な方はちょっと、っていう感じですかね。はい。はい、ということで、今日は、2013年に、再び蒸留を始めた、イーガンズ、アイリッシュですね。結構ね、僕はイーガンズはアイリッシュっぽくない味だなぁと。最初10年飲んだ時から思ったんですけど、よりアイリッシュっぽくないペドロ・ヒメネスの樽で構築させたフォーティティフドを今日は飲んでいました。シェリー感が好きな方には結構もってこいなのと、そういうやっぱりペドロ・ヒメネスの樽から来ている甘みっていうのは十分に出てるので、最初ねストレートの時に香りをもう最初の印象が僕は印象的でしたね。最初の香りがもうコクと甘いんですよ。だからまあそういうのがねお好きな方には結構合うんじゃないかなと思うウイスキーです。まあねボトルでねいきなり買わなくてもいい感じは最近結構いろんな評判もいいしですね、バーに行けば結構ちゃんと揃えてるバーだと置いてあると思うんで、まあそこで飲んでみられて、イーガンズもね、フォーティチュードと、ヴィンテージグレーンで10年、この3つがまあ通常クラスというかですね、レギュラー他にもあるんですけど、他はちょっと高いんで、まずはこの、まあ、5000台から10年で7、8000台、っていうのを、バーでちょっと試されてみて、お好きな味を、あれば、
ックボトルで一本持っててもいいアイリッシュじゃないかなと思います。なかなか美味しいですよ。はい、ということでイーガンズ、あとね、ヴィンテージグレーンも今度やりたいと思ってます。はい、ということで宅飲み場今日毎日ね、こんな感じでいろんなウイスキーお酒で遊んでます。まあこういったレビューっぽいことっていうか、僕がね一生懸命勉強しながらレビューもね、なかなかテイスティングのコメントって難しいですよね。もうこの YouTube 始める前は好きで飲んでるだけだったんですけど、やっぱりこうしだしてからは、まあ、皆さんにお伝えできるような言い方っていうのを日々考えたり勉強したりしてやってますんで、まあ今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。まあウイスキー好きの方やお酒好きの方は一緒にね、ウイスキーライフお酒ライフを楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ということで今日の宅の今はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。